チャオ、あちゃんです。ね、昨日3月の16日土曜日、あちゃんね、久々にもしかしたら、YouTube 始めてから YouTuber になってから初の、ゆっくりまったり休暇をした一日かもわからなかったです。はい、って言ってもね、晩ご飯はちょっと外食して、ほんまにちょっと軽くね、外食して、子供のリクエストで外食して、そこでは動画を回したんやけど、だから丸々一日休んだわけじゃないねんけども、朝ごはん、昼ごはんっていうのもあっちゃんのメインの動画を、撮影なしで休ませていただきました。で、昨日、おとついも、金曜日も、ちょっとテンション上がらんかって、朝昼ご飯動画がなかった。夜は撮ったんやけど、そんな感じでね、やっぱりね、摂食障害で一緒に食べてくれてる人、ほんまごめんなさいやねんけどもね、あっちゃんもやっぱり辛い時もあったり、取れへんだ時もあったり、休ませてほしいこともあるんでね、まあ自分のね、時間を大切に、家族の時間を大切にっていうことで、2日間ね、ちょっとこう、いつもじゃない進行でやらせていただきました。で、今日、晩ご飯からまた、ご飯動画を撮って、その晩ご飯も外食やったからね、そんなに大きく声出したりテンション上げたりはせえへんから、子供も黙って食べてたんでね、あれそんな大したいい動画にはなってないとは思うんだけども、ということでね、また明日から、きっちり朝昼晩ご飯を動画にして、みんなにね楽しんでもらえるチャンネルに戻していこうと思います。で、いろいろね、やめるやめへんとかいう問題で、みんなにね、ご心配、ご迷惑をおかけしましたこと、誠に申し訳なく思ってます。本当にごめんなさい。これはもうね、謝罪しても謝罪しきれへんとは思うねんけども、その謝罪を許してもらう、謝罪っていうかね、あっちゃんがやらかしたそういうね、自分の中で処理できんかって、みんなを巻き込んで迷惑、心配かけたことをね、みんなに許してもらうためにも、今後、さらなるあっちゃんねるをパワーアップして喜んでもらえるように、いや喜んでくれるかどうかわからへんけど、役立つなとかいいなって思ってもらうチャンネルに育てていくためにもね、社会派ももっと力を入れて、で、あっちゃんが何ができるのかじゃなく、そういうことを言うことによって、みんなのどっか頭の片隅でも社会問題っていうのがちょっとでも残ってもうたら、意識してもらえる、意識することによって世界は変わると思うんでね、そういうチャンネルもやっていく。もちろんネタ系もやるし、いろんなもんやっていく。まあ今までとそう、大して変わりはないです。はい。ゴロッとは変わらへんけどもね。まあなんか、あっちゃん、ちょっとこう人間的に変わったよなって思ってもらえたら、それであっちゃんはもう正解か、成功かなとは思うんでね。そんな感じで、楽しくわちゃ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 やっていきたいと思います。はい。はい。ということでね、今日、3月の17日日曜日、今朝やねんけども、11時半ぐらいかな。26分やね。はい。まあ、そんな感じでいろいろね、コメントももらっててね、ありがたく思ってます。で、まあ、ちょっと紹介していきましょうか。まあ、でも字がちっちゃうてね、なかなかちょっとこれ見えへんねんけどもね。ちょっとこれね、今ね、メロンさんからコメントをもらっててね、ちょっと嬉しいというか、そう見てくれてるんやなと思って、これね、ライブ、金曜日のライブの動画を見てくれてね、アーカイブを見ました。いろいろ意見を言ってる人たちには向き合って話していたけども、何も言わない視聴者さんのことを考えてくれてますか？思ってくれてますか？9000人近くいる視聴者さんのことを本当に考えていますか？考えてなかったら動画を撮ってない。っていうかね、9000人っていう登録してくれてる視聴者、まあ9000人足らずやけども、してくれてる視聴者さんっていう小さい世界観じゃなく、全世界に向けてあっちゃんは配信してんね。で、その中で、なんで質問し、アーカイブ見てくれた時に、いろいろ意見を言ってくれる人たちには向き合って話しているけども、何も言わない視聴者さんのことを、何も言わないイコール、分かってくれてる。心と心で通じ合ってる。だから、心と心で通じ合わないから意見が出てくる。その人とは向き合って対話しないと誤解を生んでしまう。で、誤解がないから、心で繋がってるから、
何も言ってきてくれないんでしょうとあちゃんは思ってる。でその中でやっぱりライブの中っていうのはコメントっていうのはかなり飛んでいくねんね。やっぱりあっちゃんは一人の答えに対して語ったり、それだけじゃなく特に金曜日のライブっていうのは一人語りをするよって、挨拶もしないよって、挨拶すらしてなかった、そんなライブやねんね。その中で挨拶飛ばされたからって何かどうのこうのって思う人は本当に心でつながってない人なんだなって、表面上なんだなってあっちゃんは感じる。だからそこは来るもの拒まず去るものを追わずっていうのもそこやねんけども、お互いにね信頼と信用であっちゃんはやってると思うね。そこまでみんな深く考えてないと思う、 YouTube なんて、携帯開いたら動画が出てきて見て、あ面白いな、終わった、それでいい。だから簡単に、社会派問題ってすごく大事なことやねんね、いじめ問題、自殺問題、そういう問題、社会で問題視されてんのにテレビでさえあんまりタブー視されて捉えられへんような問題、意外と YouTuber って楽しければよし、視聴者さんがおったらそれでよし、再生回数あったら儲かるしそれでよしっていう、何も考えてない、配信者ならそれでいいかもわからない。でもそうじゃなく、せっかくこういう世界配信っていうね武器を手に入れてんやったら影響力のあることをしたいって考えて、自分の発言には責任持ってやってるから、あっちゃんはそれの反論にはとことんぶち当たっていく。なんで反論にぶち当たっていくかっていうと、反論にも責任感を持ってやってくれてるとあっちゃんは思ってるから、あっちゃんは責任感を持って自分の意見を言ってるからぶち当たっていく、そうすることによって一人語りモードに入ることが多い。一人語りモードに入ったらコメントは読めません。でもそれも言った中で心と心でつながってくれてる人は分かってくれてる。でもお互いに不安感があるんやったら聞いてくれたらそれでいい。ただ一人一人そこまで対応保ちたい方は悪いけど、登録人数9000人の中の9000人全員来てくれて、でもたった9000人って思われるかもわからへんけど、その9000人全員と会話できるかやったらできへん。いやライブなんてはっきり言って9000人のうち来てくれてんの100人足らず、下手したら100人も来てない、コメントしてくれてる人 3,40 人からぐらいしかおらへんかもわからへん。その3、40人全員と話するなんて無理です。かの聖徳太子でさえ14人の話しか同時に聞けないねんからね。それも都市伝説って言われてるけどね、武勇伝って言われてるけど、ほんまに14人の話を同時に聞いたんかじゃなく、ね、14人の話を全て、聞き入れたっていうだけのことらしいねんけどね。そんなんどうでもいいんだけど、はっきり言ってライブでね、この前のライブなんかで多分ほんま100人ぐらいはコメントしてくれてたと思うねん。でその中でね、すべての人を聞いてすべての人に同等にお返しするのはできへんねん。だからあのアーカイブ見たらそう思われたかもわからへん、でもしその何も言わへん視聴者さんのこと考えてくれてますか、考えてなかったらね、あっちゃんはこうやってコメントも拾わへんでしょ。なんでコメント拾われへんってね、一日ね結構なんでこんなコメント少ないのに拾われへんのと思うけどね、一本の動画にね、まあ例えば20件コメントがあって10本出したら200件コメントがあるね。1本の動画多いやつで100件以上コメントがあるね。10本出したら1000件のコメントになるね。さばけません。今これね、メロンさんのコメントにね対してこう答えることによって、多分これきっちり答えて話すると10分20分喋るでしょ。だから、例えば10分喋ったとして、で100件のコメントに10分喋ったら1000分の、お返事をしないといけない。1000分って言ったらもう、1時間60分でしょ。10時間で600分でしょ。約20時間かかっちゃうのよ、そうなるから全員のコメントに返すことはできない。ライブなんかでもそうやね。ライブなんかでまあ1行コメントに対して1行返事でもええかもわからんけど、そうなってきたらね、ライブね24時間やっても全員のコメントには返せない。そこなんね。だからあっちゃん結構ね、ライブを2時間でやるよって言っても4時間5時間やってるのはなぜかって、自分でもね、なんでこんな延長すんのやろなってよいよ考えることあるんだけど、よくよく考えるとね、コメントに追っつかへんねん。コメント、誰がコメントくれました、こんにちは、こんにちは、今日は暑いね、暑いですねっていう返事しとったら、そろそろ終わるね、はい、わかりましたって終われんねんけども、コメントバーって重なっていく。じゃ あ、この人にも答えよう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 って、追っかけ追っかけで答えていったら、またそこの下にコメントが増えていくね。キリがないね。どこで切るか。じゃあ、私の手前で切られたって悲しいなって思うでしょ。って思ったら切れへんねん。だから、延長2時間3時間やってまうことがね、
だからもう最後の方はコメントを見ずに、はい、もうここから一人語りモードに入ります、エンディングに入れますって最近やってんだけど、そねやらな終わられへん。それぐらい視聴者さんのことを考えて配信やらせてもらってます。逆にそれを気づかれなくってこういうコメントくれたことがちょっと悲しかった反面、そう思ってくれてることが嬉しかった。うん、やっぱりそうやってね、心の中で自分の中でなんかこう反論したら対応してくれるんちゃうかなって。あのね、あっちゃんよく言うアンチっていう中の、アンチはカマチョってよくあっちゃん言うねんけども、アンチがカマチョってなんでかって言ったら、アンチのコメントっていうのは、アンチとか反対意見とかアンチとかね、そういうまああの意見をすることによってね、違うよってあっちゃんは反論する。でもそうだねっていう話は同じそうだねやからスルーっていうか、分かってくれてるよねっていうことで関わらず、あ、分かってくれてるからいいやと思って飛ばしていくっていうことで、飛ばされた、反対意見言ったら、飛ばされへんやったら反対意見言おうって言って言い出す。それが今度、気持ちよくなってきてね、それがオーガズムになってくるね。気持ちよくなってきて反論しだすね。で、反論したら答えてくれる。うわ、嬉しいなってやるのがだんだんエスカレートして、ね、嬉しいを超えてきて反論することの楽しさの方に行ってしまう。それでアンチ化してしまう人がいて、でそのアンチ化してしまう中でグッドマークをもらえね、あのそういう人たちから。だから自分のコメントにグッドマークが増えてきたら嬉しくなって、もっと過激なことを言おう、誹謗中傷に変わっていくね。もうそれはもう意見でも何もない。で、心の中で応援してるのに嫌いの意識が強くなって、反論することだけに意識が向いてしまう。で、なんで離れていかずにしつこくやるか、好きやからやね。全く嫌いやったら離れます。みんなね、大好きな人がおって大嫌いな人がおったら、大嫌いな人のこと見ますか？よくね、怖いもの見ささで見るとかよく言うけど、嫌いじゃない。だってね、ゾンビの映画気持ち悪いな、ホラー映画怖いな、なんかグロい映像、うわ汚い、気持ち悪いって言いながら、こうやって薄め見ながら見るでしょ。なんでかって、頭の中にそういうグロいものが好きっていう気持ちがある、ね、全く嫌いな人は目も開けません。キャーやめてって言うやん。キャーやめてってやるか、キャーやめてってやるかの違いやねんね。キャーやめてってのはちょっと好きっていうのがあんねん。だから好きやからこそ見てしまう。好きやったのに嫌いになったのは、嫌いになったんじゃなく、好きやったからこそ好きすぎて、いろんなことを言う。何も言わへんかった、好き好きって言ったらありがとうで終わってもらうけど、好き好き。でもここダメだよ。何言ってんねんって気がついたら、あ、構ってもらえた。じゃあ、もっと言おう。構ってもらえた。もっと言おう。構ってもらえて、かまちょになってしまうんでね。だから、反対意見言う人は、嫌い、あっちゃんのことが嫌いじゃないねんと思うね。ほんまに嫌いやったら、全く目の前から離れていきます。で、何年かぶりに見に来たけど変わってないねっていう人がおるけど、なんか、久々に来たけど変わってないねとか言ったり、久々に来たけどまだ汚いねとか言う人は、かまちょなんね。嫌いじゃないね。嫌いやったら、久々に来ません。ね、自分が大嫌いなお店があったり、大嫌いなアーティストがおったりして、歌とかもう声聞くだけでも嫌やったらテレビのチャンネル変えるでしょ。でも久々にその嫌いな人のこと見たくなるかってならへんでしょ。もう何年経っても嫌いな人って出てったら嫌やん。あっちゃんはチャンネル変えたりするし、でも見てしまう。なんでかって、その人じゃない人が出てたら、その人嫌やけども違う人が見たいって言ったり、ね、見るけど、全くその人だけのね、単独ライブなんかわざわざ見に行くことないでしょ。のに来てくれて、反論したり、文句言ったり、汚いとか、どういうのが、かまっちょなの。かまってもらえて嬉しいね。これだから、アンチはスルーしたらいなくなるよってのはそこやねんけども、スルーしたら、かまってもらえへんから、冷めてくるんよね。好きが冷めてくんね。好きが歪んだ感情になって、そういう反論意見をしていくねってあっちゃんは感じてる。違うよって絶対反論すると思うけど、違うことないです。自分の心に手を当てて自分と向き合ってみましょう。で、本当に嫌いなら離れていきましょう。それで見てる、汚いもん見たさ、怖いもん見たさで見てんねんって嘘です。みんな好きっていう感情がどこかにあるんです。気づいてないだけです。はい、そういうことなんで、ね、これちょっとね、今日メロンさんのコメントがね、すごくコメント見てて引っかかったんで、ね、今注目してもらって、でその中で他のそれを頭の片隅に踏まえた上で見てもらったらね、分かんないけども、そのメロンさんの次にね、どこやったかな、コメントがあんねんけども、あ、みんなが見ても分からんねんけど、
昨日の唐揚げ動画のところにね、書いたんだけど、なんていうの、花咲さんっていうのかな、 YouTube やめてください。見なければいいんです。わざわざ見に来てやめてください。ね。そんなことをね、やめてほしい YouTuber いっぱいおったらみんなに言うんか。やめてほしい歌手に言うんか。じゃない。来たらチャンネル変えるでしょ。まあ、ほんと携帯、あっチャンネルを、あっチャンネルを見たくなければ、関連に出てくるとか言うけど、関連出てくるところのボタンを押したら、興味ないとか、表示しないでくださいっていうのができんねん。そうしとけば表示せんのに、わざわざ見に来てやめてください。ね、なんで見に来るんでしょうね。うん。で、そんな感じにね、コメントがあったり、まあそんな感じでね、まあいろいろと書いてくれてる人がおってね、また面白いね。もうほんま目見えへんな。まあそんな感じでコメントくれててね、なかなかみんな面白いね。眉間にしわを寄せてばっかりいると、いずれあっちゃんは本格的な般若顔になってしまうでしょう。ありがとう。般若かっこいいやん。一つこの世の悪、二つ不らちな悪党ども、ね、三つ、なんとか桃太郎侍とか言って、般若の面パーン投げてさ、世間の悪をぶった切る。そんな YouTuber になっていきましょう。般若顔、歓迎です。面白いね、こんなコメントね。はい、はい、ね、ねえ、言うだけで結構、結局やめへんでしょう。で、今動画、頻度を減らして反省、辛い演出してますの？はい、これも今日まで、明日から、数日しんどくっての話動画が上げなければ、上げれなかったって説明するだけ、毎年同じことをしている YouTube 早くやめて、こんな嘘つき許したらいかんで、チョキチョキ。反省はしてません。何を反省すんねん。で、しんどくって、しんどない。体力全開。ちょっとね、やっぱ花粉とか気圧下がって頭痛いのは、これ毎日のことやねんけども、昨日は子供と完全にオフにして、YouTuber って意外とオフがないねん。はっきり言って、24時間、寝てる時もやっぱり YouTube のことを考えてるっていうぐらい、YouTuber って24時間お仕事してんねんね。で、その中で、子供と一緒にゲーム配信したり、で、結局仕事でやるから子供も言いたいこと言われへんなり、ああやこうやできへん。で、YouTube 配信やっていく上で、ゲーム進行していくのに、はい、今からゲームしますって。うわ、来た来た来たとか、あ、ここのとここうやってってやって、みんなに分かりな、はい、ここの鍵開けて入っていきまーすとか、今からこうやって戦闘していきますとかやるけど、結局一人でゲームやっておきて、もう目キー釣り上げて、クリアするために、どうやったらこうやってできんねん、キャーやながら、くそ、もう腹立つな、ふざけんなよって言いながらゲームをやる。そんなもん配信では見せられへんでしょ。そういうところを子供と一緒に遊びながらゲームをやる。そうやって昨日は一日ね、地球防衛軍のね、装備をガチガチに固めていくのに、アーマーって言ってね、自分の体力を上げていくね。それを一生懸命子供と二人でアーマー獲得したり、武器獲得したのね。結局やっぱり地球防衛軍なかなか難しいゲームね。この前何回かライブでやったんやけども、もうガチガチで難しいねんけど、で、攻略サイトじゃないねんけど、そういうね、ウィキ、アットウィキっていうのを見てたら、だいたいアーマーが最低2500なかったらクリアできへんって書いてあるけど、うちアーマー700しかないのよ。で、武器もなんとかいう武器を使わんとクリアできへんだけど、その武器ないねん。子供と二人で一生懸命武器とアーマー稼ぎしたりして遊んどってん、昨日。完全に子供に戻った状態で、あっちゃんは昨日オフしてました。反省、何を反省すんねん。ふざけたことを言うとる。あなた、YouTube を早くやめて言うとる。お前が反省せえ、っていう話やね。はい。まあ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 、そんな話はどうでもいいんだけどね。はい、ちょっとごめん。字がちっちゃくて読めない。ほんま、あずきるべいるわ。チップピーチさんっていうのかな。ライブのアーカイブを見ました。第三者のぶら下がりによっていろんな誤解を生み、主様と長年のファンの方々との悲しいやりとりにもなってしまったようですが、この主さんと視聴者さんのやりとり
の場なので、ぶら下がり禁止にしたり、これもう何回もやってんねん。ぶら下がり禁止にしたり、OK にしたりするんだけど、結局変わらない。で、何が変わらないのかというと、フル株風を吹かして、フル株やから知ってるって間違った情報。フル株やからこそ、間違った情報を得てる人っていてね、長らく見てくれてると、このフル株のね、ライブで言ってた人は、アンチ発言してみたり、なんか知らんけど、急にファン発動して、結局ようわからん人なんね。ある意味ね、はっきりはしてもらうけど、迷惑なことが多かった。で、この人ね、もう、アーカイブ見てもらったらわかんねん。全部、どっかのコメント欄に書いとるやから、それをバラすんじゃなく、みんなが見てもわかる情報やから、これ言っとくけど、子供にね、携帯電話でインターネットの YouTube のあれをしてもらうときに、子供に釘刺されてんて、お母さん設定するけども、アンチコメントとか絶対したらあかんで、あれは人としてしたあかんことやでって、それ守れんのやったら設定したろってしたのに、それでしたことごめんなさいって言って反省してくれたのに、また同じことで、言う言葉がひどすぎる。もう口調が悪すぎんねん。それも嫌いじゃないと思うねん。ある意味あっちゃんはファンの人だと思うんで、ね、ファンやから知ってる。何を知ってんねん。長年って言っても、所詮4年やん。4年間のあっちゃんの表面上だけの YouTube だけ見て、あっちゃんの何がわかんねん。せやのに、すべてを知ったかのように言って、新規さんにそんなこと言う、古株さん、ある意味迷惑やねんね。そうじゃなく、もっと古株さん言って、あっちゃん長くから見てるよって。でも古株風吹かせんのあれやから、私はコメント控えてるけどって言ってくれてる人もいてる。の中、古株を表に立てるから、昔からのファンの人、確かにファンやし、昔からの人かもわからんけど、ある意味新規さんを、古株って結構新規嫌がるんよね。だからお店行くと、常連がお店におったら怖くって入れなくって、ある意味常連がはびこって、結局新規さんが増えていかへん、老舗って結構多いね。そういう状態になっとんね。だからあっちゃんそこは平等やから、あえて平等にするためにもぶら下がりは OK にしてる。で、そこで古株風吹かしたら注意しないといけないのもあっちゃんの仕事やね。だからこういうのって何回も何回もやってきて、もうこの4年間ね、ぶら下がり禁止にしたり、OK にしたり、ね、古株の人に注意したり、新規さんに注意したり、やっぱり、あっちゃん昔は古株の人がやっぱり大事、昔から見てくれてると思ったから、そうやって新規さんに注意したりしたけど、違う、間違えてると思った。古株やから偉いわけでもなく、新規さんやから、そこを丁寧にするんじゃなくて、みんな平等に見ないといけない。って思ったね。だからあっちゃんはちょっとこう、あれは、言わしてもらった。で、古株さんは、なんだかんだ言って、昔はようライブ来とったけど、最近ライブ一切来やへんねん。うん。だからそんな人やからね。だから、そういうのもね、全部分かった上でやってるから、平等にするためにも、まあ、ぶら下がり OK にしてます。はい。ただ、やっぱり暴言とかそこは注意していく。ファンやからって言っても言ってはいけない言葉があったりして、アンチやからって言って、野放しにして好き勝手言わしとくのもダメやと思う。ダメなもんはダメです。それでこれからやっていこうかなと思うんだけどね。まあ、そんな感じです。はい。まあ、そんな感じで、行こうかなと思ってんねんけどね。まあ、そんな感じで、いろいろとここ数日間ね、みんなに迷惑かけて。で、やっぱりね、対話ってすごく大事やねん。だからみんなね、まだあっちゃんのライブに合わせて来てじゃないねんけど、ライブを見てもらうこと、リアルタイムで見てもらうからわかんねんけど、アーカイブを見てもらってると、どうしてもやっぱりね、誤解は生じることはあったりするけども、それやったらライブに来てくださいっていうことで、ライブそんな時間、忙しいって行かれへんねんって。ね。まあ、その程度にしか思われてないねんなって、あっちゃんは取れた。はい。その意見すごく悲しかったね。だから、例えば、ライブをしました。ね。誰かが近くの、公民館とか、公民館ちゃうわ、なんとかホールに来て、ライブをしました。なら、ね、言ってみたら、大阪ツアー、東京ツアーとかって、要はアーティストがやってるやん。あんな感じに、今回札幌ツアー、九州ツアー、沖縄ツアーとか言って、まあ、そこの現地の人たちは、あ、近く行きたい言ったら、わざわざ休んだり、チケット取ったりして、ライブに行くわけやん。で、逆に言ったら、外国人のアーティスト、レディー・ガガとか、ね、ああいう人たちが、もし、埼玉アリーナに来たったら、九州であろうか、北海道であろうが、ね、日本に来た言うて、埼玉アリーナまで行くわけやんか。それと一緒で、ライブっていうのは、月に2回か3回しかせえへんかったり、今まで頻繁にやっとったって言っても週に1回。っていうことは週に1回、私その日無理やねんじゃなく、見に来てくれて意見をね、こう、
こうなんちゅうかやり合いするっていうの。で、あっちゃんあえてだから週毎週金曜日やったら夜勤が入った、その週は仕事やねんダメやねんっていう人がおったから、土日にやってよって、土曜日風呂からやったりとか、日曜日昼間はねやったりとか。で、逆に言ったらゲームでやる、ゲームライブやったって結局ゲームのライブやから、別にまあゲーム以外の話はあかんけど、ゲーム絡めても話できるわけやんか。で、ゲームやからダメやでって言いながらも、やっぱりあのバースデーソング歌ったりとかね、ちょっとした誤解解くのに話もしたりする。ある程度ダメっていう基本はあるけど、ゆるゆるでやってんねん。それをわざわざけゲームやからおもろないとか言っといて、他の日は会えへん、まあその程度にしか思われてへんのかってやっちゃも逆に思って、まあそうなったらやっぱりライブに来てくれる人とかとやっぱ対話になって、まあ来てくれへんかったら対話できへんから誤解を生じてしまうかもわからへんかって言って、その程度かって思ってる視聴者さんのことも別に上下関係つけてるわけじゃない。ただあ、そういう人たちもおるんだな、悲しいなぐらいしか思ってない。かっちゅってその人がコメントくれたり、ライブ見れへんけども応援してるよって言ってくれたらすごく嬉しいから、やっぱそこはもうね、ちゃんと、もし何かあって相談とかあったらキッチンに乗らせてもらったりとかね、その辺もやらせてもらってるつもりやねんけどもね、うん、まあこう思われてることはちょっと悲しかったかな、うん、って思ったりもしました。はい、で、まあ、そんなんどうでもいいけど、それも糧に今後あっチャンネルをね良くしていくために、あっちゃんは全力全開でこれからやっていこうと思うんでね、まあこの今日は何の話かっていうと、昨日に、3月16日は完全にオフにして休ませてもらいました。うん、肩こりました、ゲームしすぎて。だからオフの日って何をするのか、全力で遊ぶ。だからオフの次の日は疲れる。結構みんなオフでリラックスするってよく言うけど、逆、あっちゃんはオフの日に疲れんねん。普段よりも全力で子供と遊んだりしたりするからね。まあ、YouTube 全力でやってへんのかったら全力でやってるけどさ。休暇ではないね。と、うん、いうことで、まあそんなこんなで、ゆっくりゆるく過ごしたあっちゃんでした。まあ昨日のね、この休暇で、体はね、どうかわからへんけど、まだ疲れるのが残ってる。雨降って、気圧下がって、雨の日は花粉がきついから余計しんどいんやけどもね、体はね、そうじゃなく、目もね、ゲームで疲れて目薬ずっとしまくりながらやっとってんけどもね、そんなあっちゃんやけども、心は完全に今、クリーンな状態、クリーンクリアな状態です。めっちゃくちゃもう心からの配信これからしていこうと思って、ガチでキレていきます。社会不調心で、ガチでやっていく。だからもうそんなゆるゆるで、表面だけで、ねんとけさんちゃうですみたいな、もうそんなね、表面の、誰々さんみたいな、もうこう、綺麗事言ったりとか、おべんちゃら言ったりとかね、視聴者さんをそれって、言い方悪いけどね、なんか、手なずけていくみたいな配信はやめていこう。もう、勘違いされて離れていかれようが何しようが、自分の正しいことを貫いていこうと。もっともっと今まで以上にひどいわちゃわちゃチャンネルになっていくかもわからへんけどね。その中に悪意も何もなく、すべて真実で語っていきたいと思う社会派チャンネル、あっちゃんに、生まれ変わっていきたいと思います。では、またね。バイバイ。今日のあっちゃんの、お昼ご飯がなかったからおしゃべり動画にしましたよっていうこの動画、良かったよと思ってくれたら高評価を、で、応援コメント、チャンネル登録して、これからも見てくれたら嬉しいです。この辺チャンネル登録ボタンで、ぜひぜひチャンネル登録してください。では、またね。バイバイ。これからもよろしくね。生まれ変わったあっちゃん。よろしくね。はい。最後のセリフ失敗した。